皆さんこんにちは。3年前に始めたウォーターリリーの栽培ですけれども、今日は株分けに挑戦したいと思います。最初はこんな小さな一鉢から始めたんですけれども、気づいてみたら鉢を飛び出して、無数に根が広がっています。でこういう小さいベイビーリリーもたくさん出てきますので、これを小分けにして増やしていきたいと思います。で見てください、この根っこ、鉢から飛び出して、そして自分たちで自給自足しています。栄養をとって、そして花を咲かしていますね。大変力強い生物です。もともとこのウォーターリリーというのはエンシェントプラント、古代のプラントで、古代から生き残ってきた、そういう力強さのあるプラントなんですね。ですから、多少強引に引きちぎっても、負けになることはなりません。こういうふうに、超強引ですけども、取ってきます。これでまず一鉢ですね。それすごいな、これは本当に。ここにももう一鉢ありますね。なかなか、綺麗にね、毎日花を咲かしてくれたんで、なかなかこういうふうに手入れする機会っていうのはなかなかなかったんです。そういう勇気もなかったんですけども、今日思い切って分けてみたいと思います。ここに一鉢ありますね。これは大きいね。しかし、ウォーターリリーというのは本当に力強い。ありました。見えてきました。この、見てください、これ。最初の鉢です、これ。ここから出てるんです。これがもともとの元祖。出てきました。感動ですね。こんなに埋まっていますよ。こんなに取っちゃっていいのかなっていうぐらい、もう思いっきり強引に行ってきますよ、今日は。ありました。見てください。最初の足です。オリジナル。発見。これが親株です。昨日、花を咲かしてますけど、これ大体2日目の花ですね。2株目取りました。そしてこんな小さな鉢から始まったんですけれども、これだけ綺麗な花を咲かしてくれています。ちょっと強引だったかな。どうでしょう、これ。ここはちょっと慎重に、そんなに急ぐ必要もないんで、ありました。ここにベイビーのウォーターリリーがあります。すごいな。感動だな、これは。よいしょ。ここにもベイビーが、なるべくこういう葉っぱもないのは取るようにしていくといいみたいですね。すごいな。Thank you.